ロップリー駅は、太陽国中部ロップリー県ムアン・ロップリー郡にある、大国有鉄道北本線の駅である。ロップリー駅は、太陽国中部ロップリー県の県庁所在地で、人口約25万人が暮らす、ムアン・ロップリー郡にある。クルンテープ駅からは 132.81km 地点に、位置し、特急列車利用で2時間程度である。 町の中心部に位置するため利便性が良い。駅の正面側が市街地である。この町は猿の町として知られており、毎年11月には猿祭りが開かれる。当駅プラットフォームにも金色に塗られた猿の大きな置物があり、名物になっている。また、実物の猿も当駅では普通に見ることができる。クメール様式の古代建築が数多く存在するため、 訪れる観光客で当駅も賑わっている。特に、プラーンサーム用と遺跡などは当駅より400メートル程度の距離であり、車窓から眺めることもできる。一等駅で1日あたり40列車の発着があり、特急停車駅でもある。当駅を境に北側は単線であるが、南側はバーンパーチー分岐駅までが伏線区間である。 1897年3月26日に、大感 A 鉄道最初の区間が、クルンテープ駅アユタヤ駅間に開業した。1900年12月21日に当初計画のナコンラチャシーマ駅まで完成した。この頃、北本線をチエンマイまで整備することになり、1901年4月1日に、当駅まで完成し、終着駅として開業した。 4年後の1905年10月31日にパークナム防駅まで延長されたことにより中間駅となった。当駅開業の約21年後の1922年1月1日にチエンマイ駅までの全通完成を見た。短式及び島式一面の複合型ホーム2面に面2線を持つ地上駅であり、駅舎はホームに面している。市内に残るクメール遺跡の一つ。 プラーンサーム用と、柿崎一郎、王国の鉄路大鉄道の歴史、P25、柿崎一郎、王国の鉄路大鉄道の歴史、P26、柿崎一郎、王国の鉄路大鉄道の歴史、ピアニッシモも、25から28。ありがとうございます。